出身西村雄一、東京都出身の50歳です。 J1 出身は357試合目。副審浜本裕介、大川直也、第4の審判が幅馬場正です。そして VAR 井上智博、アシスタント VAR 唐上聡です。では京都産が FC のスタメンフォーメーションで見ていきます。まあ、これが飯島さん、試合に入ってからどうなるかということですけど、まあ、開幕戦もこの形だったんですよね、あのディフェンスラインが、はいねはいはい。まあ、4枚というところで、まあ、流れの中で3枚にしてくるか、はい。まあ、対戦相手によってというところもあると思いますけども、やはりこう攻撃のパターンというか、攻撃のところで必要な豊かな攻撃の時間作れる選手ですから、はい、そこというのをしっかり攻撃の時間を作りながらサイドな後ろから、こう選手が飛び出していくというこうスタイルは変わってこないと思いますね、はい。名古屋グランパス率いますのは長谷川健太監督です。そして京都産が FC 率いますのは張喜寿監督、就任2年目、非常にアグレッシブなサッカーを展開してきます。そして京都の方は少し怪我人もいまして、沖原と川崎が今日も入っていませんね、飯島さん。はい、メンバーに入ってないですね、はい。まあ、ちょっと小さい怪我なんですが無理をさせたくない、まあ、でもすぐに戻ってくると思いますという張喜寿監督のコメントです。2022明治安田生命 J1 リーグ第11節、名古屋グランパス対京都産が FC の一戦です。ここはマテウスから前線へというところ、さらにここチャンスになるか、先頭です。後ろ下げて森下、森下のクロスボールはコーナーキックになります。いや、飯島さん、いきなりチャンスを迎えました、はい、名古屋です。まあ、非常に後輩のところでゴールを目指すプレーというのが今出ましたよね、はい。まあ、名古屋の選手たちこう2枚目から飛び出してくるフリーランというのは少し意識できた戦い方ができていると思いますね、はい。さあ開始早々コーナーキック、キカマテウスです。巻いてきて稲垣のシュートは少し浮きました。まあ、ただ飯島さん、はい、まあ、これで名古屋は少しこうリズムを掴んだといいますか、立ち上がり、そうですね、一つ、まあ、自分たちが目指すことがまず最初に出せたということですよね、はい。立ち上がり早々まずホームの名古屋はチャンスを作っていきました。そして京都ですがどうでしょうか。まあ、やはり4バックですね、4-3-3というシステム上になっていると思いますね、はい。まあ、少し山崎がですね、京都の方は、はい、少し内側に入ってきて、はいはい、あの距離感縮めてる攻撃だと思います、はい。ここ松田、さらには浅田も上がってきています。ピーター・ウタカ、 J1 リーグでは得点ランクトップです。7得点ここまで上げています。この浅田が中様子を見ながらウタカに預けてサイド変えます。金子からのボールでしたがランゲラックが出てきました。ランゲラックはこの試合が J1 通算150試合。さあここはマテウスです。一人で持っていく、倒れてファールはありません。京都は今日はメンデスとアピアタビア久志のセンターバックです。やはり飯島さん、はい、マテウスのスピードというのは一つ武器ですね。いや、もちろんそうですし、はい、やはりその京都のディフェンス陣というのはスピードで警戒しなければいけないですよね、はい。右サイドバック京都は14番の白井、そして3番の浅田が左に入っていますが、まあ、このサイドバックの選手が非常に高い位置を取って、まあ、攻撃に移った時には非常にリスクを持って、はい、攻撃してきますよね、はい。ハイプレスのサッカー、アグレッシブなサッカーを展開しつつ、
まあ、このサイドバックが今も白井もかなり高い位置にポジションを取っています。そうですね、最終ラインですよね、オフサイドラインまで上がってますよね、はい、今浅田もかなり上がっていきました。そして宇高が少し降りてボールを触ってというところでした。アンカーのポジションに金子です。金子は裏側から期限付き移籍で加入してきました。さあ宇高が来た、宇高が来た、かわしたかわした、最後、ここはなんとかなんとか中谷対応していきました。いや、ただ飯島さん、宇高のこの冷静な駆け引き、まあ、今の抜け出し方ですよね、相手との駆け引き受け方というのは非常に今非常に素晴らしかったですよね、はい、今年で38歳、まあ、冷静にランゲラかわしてシュートでしたけど、はい、少しね、しっかりと中でもカバーリングしましたので得点にはなりませんでしたけどね、はい、非常に素晴らしいプレー出ましたよね。中谷がチームのピンチを救った形、ナイスカバーリングを見せました。まあ、ただやはり京都はこの38歳ベテランストライカーの宇高の存在、ここまでチームトップの7得点、J1 でも得点ランキングトップの7得点を挙げています。まあ、この宇高にどうボールが集まるか、高さを持って弾き返しましたアピアタイヤ久志です。このアピアタイヤ久志は愛知県の東北高校出身ですから、まあ地元凱旋の試合ということにもなります。こちらがピーター宇高、先ほどのシーンです。この受け方ですよね。でここの冷静さ、やはりこうシュートのところは少し、ね、あのコースが、まあ、しっかりと蹴り切れなかった部分はありますけど、この抜き方ともらい方、抜き方というのは非常に素晴らしかったと思います。はい、まあ、本当に宇高は円熟みを増したといいますか、まあ、もちろんスピードなどは全盛期からは落ちている部分もあるんでしょうけれども、まあ、それをテクニックであったりその柔らかさであったりいろんな部分でカバーしてますね。はい、まあ、あとボールがない時の動きですよね、体の向きであったり、はい、受け方、スペースの見つけ方というのは非常に、ね、クレバーな選手ですね。ああそうですか。まあ、直近でも3試合で3年連続 J2 でも20得点以上を記録していました。山崎は今シーズン名古屋から完全移籍で京都に加入しました。武田少し流れましたが、ここで山崎サイドを変えていきます。松田のところ、その前には中谷が対応しました。森下、そして名古屋稲垣、まあ、今京都の方ですけどね、ボール奪ってサイドを変えるというところが狙いの一つあると思うんでね、はい、これ奪ってからサイドを変える意図というのはどんなところにあるんでしょうか。はい、やはりこう空間が生まれてますよね、はい、幅持って選手が立ち位置取ってますので、はい、やはり、名古屋のディフェンス陣というのは難しい対応になってきますもんね。その空間をうまく使っていこうという京都です。相馬が動き出してそのスピードですが、ここは少し長くなりました。ゴールキーパー上福本です。まあ、名古屋としては今みたいなプレーというのは一つ このゲームで出てますよね。2枚目からの飛び出しのところ、はいはい、まあ、裏高い位置で守備を京都はしますので、その裏のスペースというのは空いているというのを狙いを持ってやっていると思います。松田が後ろに下げて、ここでメンデス、メンデスも甲府から加入をしてきました。森下がプレッシャーをかけに行きましたが、京都ボール。金子から宇高、足元でボールを要求している福岡、そして縦に抜け出していきます。飯島さん、この山崎の抜け出し、はい、いかがでしょう。そうですね、やはり宇高が下がったところのスペースが空きますのでね、はい、そういうところをちゃんと空間を使ったプレー、走り出しだったと思いますね。ちょっと
今京都サイドの、ね、ベンチからの声掛けだったんですけど、はい、リスク管理のところですよね、はい、で攻撃時の時の、後ろの2トップの、マーキングのところっていうのを、はい、再確認した声掛けだったと思います、はい、まあ、そこが、まあ、うまくいってなかったですか。飯島さんの目にはどう映ってたでしょう。やはりちょっと、空間を与えている場面が多かったのかなと思います。ああそうですか。まあ、そのあたりベンチから指示が飛んでいました。やはりこう名古屋の方ですけど、マティウス柿谷っていうのは中間ポジションを取るのが非常にうまい選手ですのでね、はい、そこのところのマークの、ところをはっきりするということだと思います。ここでマティウスです。中谷がそのまま上がっていきます。メンデスの前で中谷、中谷体を張った。ちょっと最後接触があったか。あ、コーナーキックですね。いや一つねこういい形ができたんではないでしょうかね。はい、スリーバックの右でプレーをしています中谷。まあこれ森下からのパスだったと思うんですけどね、非常にこう相手の裏のスペースをしっかりと中谷がねスプリントしましたよね。はい、まあ、最後メンデスも体をしっかり、間に入れて足を出しまして、はい、いい守備できたと思いますね。今度はキッカー変わりまして相馬です。マテウスではなく相馬、まあ、ゴールからは離れていくボールになりますが、ファーサイドに藤井、丸山、ここは上福本、まあ、コーナーキックもこれで2本目ということですが、1本目と2本目変化をつけてきました名古屋です。名古屋は3バックの左に丸山、真ん中に藤井、そして右に中谷です。丸山もこのトヨタスタジアムではカップ戦で出場していますが、まあ、怪我からの復帰後というところではこのリーグ戦は初めてのこのトヨタスタジアム、まあ、それがこの大歓声の中でプレーができる、はい、あっとここはマテウスチャンスになります。稲垣が上がってくる。あ、しかしここはメンデスがついていました。相馬ファールです。この位置からフリーキックのチャンスを得ました。非常にねこう切り替わりのところで相馬がいい守備しましたよね。はい、相手のプレーを予測してうまくボールをカットしていきました相馬。そしてファールをもらいました。ゴールまでの距離は32メートルという表示。右ならば相馬、左ならばマテウス・カストロ。丸山、藤井、中谷は遠いサイドからゴールに向かってくるボールでした。上福本が両手でしっかりと押さえています。稲垣もパスコースを読んでいました。武田、メンデス、アピア・タイヤ、久志。アピア・タイヤ、久志も仙台から加入をしてきました。本当にサイドバックのこの浅田、はい、そして白井が高いポジションを取ります。まあ、前節の反省を生かして前半からアグレッシブに入っていきたいと話していました張喜寿監督です。まあ、ちょっとロングボールが多くなってしまったんだと、はい、前の試合は、まあ、ですからバランスを取った試合展開をしていきたいという話をしていました。まあ、少しこう長いボールというのはピッチの状況もありましたので、はい、ここは前を向いて柿谷から、うん、先頭を通り越して相馬、レオシルバ、丸山です。藤井からサイド、森下へのボールはつながらず、
ちょうどカウンター武田からピーター・ウタカ、もう一度ワンタッチで武田、白井ももうすでに高いポジションを取っています。左に松田がいます。中央に山崎、その山崎に入ったところでレオシルバがプレッシャーをかけていきました。あー、ただ金子のいい守備、まあ、非常に両チームともお互い攻守の切り替えの速さというのは非常に見どころありますよね。はい、まあ、藤井から森下のところ少しパスの強度が足りませんでしたが、まあ、そこをうまくボールをかっさらっていきました京都。まあ、ただその後の攻守の切り替えの速さ、お互いにそのトランジションのところの強度を見せました。まあ、先ほどの話でに戻りますけども、前節の戦い方でピッチ状況が非常に悪かったんですよね、はい、その中で京都としてはやはりこう長いボールというのも使いながらというイメージが非常に強かった入りになってしまったのかなと思いますね、うん、はい、まあ、今までのこの時間約15分になろうとするんですけども、しっかりとこう相手の名古屋の選手の立ち位置を見ながら長いボールも使いながらしっかりとボールを動かす時間っていうのも作れてますよね、はい、今白井が左の手の指のあたりを押さえていましたが出血などはないようです。まあ、ちょっとポジションを取るところで今マテウスとメンデスが接触しました。まあ、このメンデスもマテウスのスピードというところはやはりケアすべきでしょうからね、はい、そうですね、やはりこう対人するときに距離感ですよね、はい、詰め方っていうのは非常に重要になってくると思いますね、はい、まあ、自身初の J1 舞台というメンデスです。うん、あ、ここもまた奪って奪われてというところで投手がすぐに入れ替わってここからのフリーキック。飯島さん、はい、京都も高さが結構ありますからね。いや、非常に高いと思いますよ、はい、まあ、高さで言うと京都の方が、まあ、今日の出場メンバーだと京都の方が高さは持ってると思いますね、はい、メンデス、アピアタビア、久志が195へ、そして浅田も186、山崎も187、宇高も180、高さがある京都サンガ FC ですが、どこを狙ってくるか、ここは少し引っかかったか、手前のサイド、こぼれ球、白井から福岡。柔らかいボールでメンデス、後ろから松田、山崎から宇高、さあ宇高胸へ落としてシュート、ここは最後藤井が体を張りました。ワンタッチやって京都ボール、まあ、まずセカンドボールの回収の意識というのは京都の選手たちは非常に高いですよね、はい、そのボール奪ってからゴールに向かうところというのは非常にパワーを持ってますね。宇高のシュート、最後体を張ったのが名古屋の藤井です。そしてここも、はい、藤井もね、最後のところ体を投げ出して最後の仕事をさせませんでしたからね、はい、いいディフェンスだったと思いますね。そしてコーナーキックです。前半17分を経過したところ、キッカー福岡です。中央に高い選手が集まってニアサイドに浅田、金子がもう一度中に入れてアピアタイビア、名古屋柿谷前線へ先頭を使います。そして最後までチェイシング、まあ、先頭もプロのキャリアスタートがこの京都でした。高校時代も京都立花、
まあ、思うところは飯島さんあるでしょうね、はい、そうですね、やはり京都の皆さんがね、これだけ育ててくれたところの、ね、恩返しですよね、はい、前を向いて福岡ミドルレンジのシュート、体を張ったのが先頭です。もう一度福岡反転してクロスボールが入ってきた。一旦下げます。金子縦に松田、中央宇高、山崎スタンバイ、稲垣も最後は武田にクロスを上げさせませんでした。ただコーナーキック、京都にとっては大きなチャンス。そして飯島さん、はい、前節名古屋はコーナーキックからニアサイドで決められて、はい、そうですよね、まあ、その中で少しその2分間の間で2失点というところでしたよね、はいはい。先制をしてからなかなかこうリスクを負った攻撃というのが少なかった印象を受けました前節の名古屋。さあここまでは0対0、まだ両チームともに得点はありません。ピーター・ウタカがファーストサイド、ニアサイドで来ました。武田、回収、そして白井、白井がそのまま運んで、山崎はファーサイド、メンデスも遠いサイド、山崎が来ました。山崎を一つターゲットに狙っていきました、まあ、コーナーキックの時はニアのところですよね、はい、やはりこうスカウティングで上がってきてると思うんですけど、ニアのところで合わせてきてますよね、日本ともね、まあ、ここまで3試合の途中出場のみということだったんですが、まあ、コンディションを上げて今シーズン初スタメン、長記者監督も山崎に対してはやってもらわないといけない選手なんだと試合前に話していました。さて飯島さん、20分を回りましたが、はい、ここまでの前半見ていてどうでしょうか。まあ、入りの部分で名古屋としては、少し攻撃のイメージというのはできて入ったと思うんですよね、はい。まあ、その中で京都が落ち着いてそれをしのぎながら、京都の時間帯というのは多くあるように感じますね。あ、そうですか。まあ、そのリズムを作る中で、ここはファールです。京都がリズムを作る中でやはりこうボール際の強さだってセカンドボールの回収というところがあると思うんですよね、まあ、名古屋の方は少しこうディフェンスの意識が少し強くなってきて、少し後ろが重くなってくる状態っていうのが続いているのかなと思います。ここは京都サイドのファールを取りました。まあ、少しボール、のコンタクトじゃなくボディのコンタクトがあったところですよね、はい。まあ、この、ね、レオシルバというのはファールをもらった回数というのが今リーグで結構高いんですよね、はい。うん、今1位ですよね。やはりこの選手がレオシルバがボールを持つと危険だという選手だと思いますね、はい。まあ、それが相手選手の警戒度の表れという見方でしょうか、はい、と思います。そうです。今シーズンから名古屋に加入しましたレオシルバです。鹿島から完全移籍でやってきました。まあ、このレオシルバも36歳のベテランなんですが、全試合でスタメン、直近3試合もフル出場を果たしています。まあ、非常にこうポジション取りの良い選手ですし、ええ、こう危険察知能力というのが非常に優れた選手ですよね、はい。まあ、レオシルバーがいることによって稲垣もセントも少し前のポジションでプレーができているとい こうチーム作りですよね、はい。飯島さん、この中盤のバランスというのはどう見ますか。はい、いやレオシルバーが一つ3バックの前にいることによってやはりこう2列目のケアというのができている状況だと思うんですね、はい。おっとここでマテウス、レオシルバー胸で収めて、そこには武田がプレッシャーをかけに行きます。うん、金子の出足の鋭い守備がありました。マテウスを収めて右足のシュート。
まあ、今ねあのボールは出ませんでしたけど森下もしっかりとこのワイドのポジションからスプリントしてるんですよね、はい、そこ使っても攻撃の一つ面白いところだったのかなと思いますね。まあ、表示されていますようにラストパス18リーグ1位というマテウス・カストロ。武田から宇高、そして山崎、競り合って藤井が足を出していきました。まあ、今一つね京都山崎の、ね、強さというのは今出ましたね、はい。まあ、宇高とこう近い距離でこうプレーをしてますね、はい。ここでマテウスがプレーできればチャンスというところでしたがメンデスの対応です。先頭相馬、シルバ様子伺って柿谷ワンタッチダイレクトで出していって遠目からのミドル稲垣です。このミドルは稲垣の代名詞ともなりました昨シーズン。強烈なミドルで相手のゴールネットを揺らしてきました。相馬からのクロスメンデス、名古屋としては左サイドの攻撃によって相手が京都が寄ってきて右が空いてるんですよね、はい、やはりこう広いスペースにボールを動かしていきたいと思います。とあの京都にディフェンスというのは少し混乱を起こせると思いますね。まもなく前半の25分です。まあ、結構日差しがあるところでは気温も高いでしょうからプレーが止まると選手たちもね、はい、結構水分補給していますので暑さとの戦いというところももしかしたらあるのかもしれません。先頭はスルーをしました。タッチライン割りました。名古屋ボールです。現在のボール支配率名古屋44に対して京都が56、パスの数は名古屋107に対して京都が155、まあ、シュートは お互いにここまで3本放っています。さあ柿谷、稲垣から、うん、ここはでもうまく攻撃を遅らせました。ダイレクトで稲垣、メンデスが弾き出しましたがゴールラインを割ってコーナーキックです。まあ、飯島さん、ポゼッションの割合の違いはやはりそのセカンドボールこぼれ球の対応のところが大きいでしょうか。もう含めてですよね、まあ、京都がいい時間ボール自分たちに入れた時間が多かったですよね、はい。まあ、今でいうと名古屋の時間に変わってきてるなというのは感じますね。あ、そうですか、はい。そういった中でコーナーキック今回も相馬が蹴ります。遠いボール、しかしここも上福本。まあ、今3本ね相馬コーナーキック2本フリーキックと蹴りましたけど、はい、でもダイレクトでこう上福岡のところのキャッチなんですよね、ええ、なのでキーパーを外すようなボールちょっと考えて蹴らなければいけないですね。まあ、いずれも上福本が両手でしっかりキャッチしたというようなシーンでした。浅田のヘディング、レオシルバ胸で落として丸山縦に柿谷、鋭いパスが入っていきました。相馬、矢島さん、この丸山からは攻撃のスイッチを入れるパスがやはり飛んできますね。そうですね、やはりこう丸山と中谷というの配球というのは非常にね前方のパスっていうのは非常にいいと思うんですよね、はい。まあ、後ろでポゼッションしながらやはりチャンスを見たら前に、鎖のパスを入れれる選手たちですね、はい。
その中でコーナーキックのチャンスを得ました。今度は向こうサイドから。両チームまだ得点はありません。相馬マテウスがスタンバイ。そして名古屋丸山中谷、ちょっと遠いサイドからですが、山崎が頭で出します。ちょっとマテウスが足首あたり、まあ、少し踏まれたような形になったんでしょうか。わざとではないと思いますけども、うん、そうですね、こう歩幅のところで少し足がコンタクトしましたね。はい、まあ、すぐさま白井もあごめんごめんというような仕草を見せていましたが、まあ、結果ここの位置からフリーキック、遠いサイドに藤井丸山中谷、まあ、ただ京都も高さがあります。丸山のところで行く、折り返してこぼれ球は枠を捉えきれず、もう一度名古屋ボールコーナーキックになります。まあ、非常にねここでしっかりと丸山が折り返したところでしたけどね。はい、まあ、最後レオシルバですか。まあ、一つ狙いを持ったコンセプトプレーができたんではないかなと思います。はい、遠いサイドで丸山、そこから折り返しを狙っていった名古屋。さてもう一度キッカー相馬です。まあ、いずれも上福本がキャッチをしてきていますが、少しポジション争いの中で接触がありました。丸山、藤井、そのまま遠いサイド、アピア、タイヤ、久志もメンデスの高さがありますが、ニアボール、宇高の頭、もう一度相馬、丸山、相馬、あ、少し上福本、あ、左足つま先のあたりを、ちょうどこう足の下ろすところにちょうど足が入ってしまいましたよね。はい、マテウスの着地の地点、そうですね、に上福本の足が残っていました。まあ、これでかかとですので、結構ねこうつま先をこうかかとで踏まれる、そうなんですよね、痛いんですよね。あ、そ、痛いですか。はい、飯島さんもやはりそのあたりの痛みの経験は、ね、まあ、経験はありますね。もちろんあるでしょうから、はい、まあ、爪にこう支障があってとかではなければいいと思うんですけども、はいはい、マイケル・ウッド、ニュージーランド代表ゴールキーパーも準備をしていますが、上福本大丈夫でしょうか。上福本も今シーズンは徳島から完全移籍で加入をしてきました。試合冒頭でもお伝えしましたが、ランゲラックが J1 通算150試合出場、まあ、これが J1 最速の150試合出場達成、はい、まあ、本当に加入当初からベストなパフォーマンスといいますか、素晴らしいパフォーマンスを出していましたもんね。はい、そうですね、やはりあと日本の文化にこう慣れ親んでこう生活してくれてる選手ですのでね、非常に嬉しいですよね。はい、2019年に横浜 F マリノス戦、脳震盪となりまして、次の試合4月20日岩田戦を欠場したのみというランゲラック、鉄人ぶりを発揮しています。上福本も大丈夫なようです。まあ、今初めてじゃないですかね、名古屋がこう戦時サイドのこう長いボールが通ったっていうのはね、まあ、一つそういうところっていうのは名古屋の選手たちも狙いを持った戦い方っていうのを持ってると思うんでね。はい、そしてコーナーキックで、ニアに来る、レオシルバジャンプできず、稲垣、レオシルバ、まあ、少しここがずれました。金子が体を入れて
ゴールキックになります。まあ、金子の体の入れ方も上手かったですね、はい、そうですね、いい守備できましたよね、うん、いや本当にスタンドの最上段まで今日はファンサポーターの皆さんが詰めかけています。特別な空気を作り出している、そんな中で選手たちプレーをしています。今日のトヨタスタジアムです。森下からマテウスですが、このボールカットしていきましたが、もう一度名古屋ボールになります。スピードを上げるマテウス、そして森下が右サイドを追い越していきます。マテウスは中を選択、中央柿谷、うん、入れ替わってというところでしたが、マテウスはカードじゃないですかというアピールもあります。まあ、非常にこうマテウスのね、非常に素晴らしいプレー出ましたよね、はい、まあ、この前も囲まれながらも自分でボールを持ってしっかりと仕掛けていったプレーでしたよね、はい、股を抜いていきました。武田の股を抜いていきましたマテウスです。入れ替わられて、まあ、そこから手がかかりました。さてゴールまでの距離が24メートル。このポイントでしたらマティスもゴール直接狙うようなボールではないかなと思いますね、はい、どのボールを選択してくるかマティス。ここまでは今シーズン2得点を挙げていますが、直接行ってニアサイド、名古屋グランパス先制、直接決めてみせましたマテウス・カストロ、今シーズン3点目。4万人のファンサポーターの前でホームの名古屋グランパスが先制しました、1対0。もうしっかりとこうボールをミートした中で少し、ね、こう落ちるような角度から入ってくるのでね、今の上本も非常に処理が難しいボールだったと思うんですよね、はい、まあ、少しこうかぶボールがね、山崎のところでこう少しこうブラインドになったのかもしれないですけどね、非常にこうキックの質としてはマテウス素晴らしいものがありましたね。やはりマテウス、あの角度からあの距離から直接狙ってみせました。今シーズンのマテウスの左足の健在ぶり、多くのサッカーファンを魅了しました。いや、ただその山崎もこう目の前に飛び込んできて、上福本としてもブラインドになったといいますか、そうですね、なかなかボールの位置が見えなかったかもしれませんね。あとやはりボールの軌道が非常にこう揺れるので、山崎も処理しづらかったんだと思いますね、はい、あの動き方を見ると、はい、どういう軌道を描いてゴールに来るのか分かっていないといいますか、予測ができないような、はい、そんな動きでしたね。少し本当にこうボールがマテウスのこうフリーキックなどを見ますけど、やっぱ動くんですよね、ブレるというか、はい、そういうボールを非常にこう自由にこう扱えるキックができますんでね、はい、今もしっかりもにしっかりとニアの、ね、ところに蹴り込んでると思いますね、はい、ただ飯島さん、名古屋はマテウスが3点というのが今シーズン最多得点で、はい、そうですね、オンゴールから3点、はい、まあ、ちょっとこのあたりの得点力が課題ではありますね。はい、そうですね、やはり流れの中の得点というのが欲しいですよね、はい、まあ、前節は、まあ、負けはしましたけども、はい、森下からマテウスというところで、ここは武田からのクロスが上がるか、うん、森下の対応です。ここは京都ボールです、あ、いや名古屋ボールですか、ワンタッチがあったという、もう少し戻って名古屋ボールのスローインです。ただ名古屋は
前節1点リードした状態から後半終了間際に短い時間で同点にされ、さらに勝ち越されたという試合もありましたので、まあ、ここのリアクションですよね、はい、やはりまだ得点を奪いに行く攻撃というところをするのか、はい、やはりこの前半はこのまま非常にしっかりと守備をして 1-0 で終わるのかというところの選手の中にいる選手たちの意識の統一というのは必要になってくると思いますね、まあ、確かにそのあたり、中谷は1点を守りに行くサッカーを意識していた、まあ、その中でも1点取りに行く気持ちでプレーをしていた選手もいたと、まあ、そのあたりの気持ちの統一、意識の統一、こういったところが必要ではないかという飯島さんのお話です。さて1点を追いかけることになりましたアウェーの京都サンガ FC です。森下から稲垣、まあ、京都としてはもうやはりこう前線からプレッシャーをかけながらいかに高い位置でボールを奪ってゴールに近いところで奪ってシュートでフィニッシュできるかというところ、この時間、前半終わるまで続けていければなというふうに感じますね、はい、さあここで松田からピーター宇高、真ん中に山崎がいます。福岡出してスペースに走ります。白井左でクロス上げてピーター宇高決まった、今シーズン8点目、ベテランのピーター宇高チームを救う1点、1-1、すぐさま京都が同点に追いつきました。いや、この白井のこの切り返しのところでコースが空きましたよね。そこの中で非常に宇高のコースを狙ってこのヘディングシュート、非常に技術高いですね。まあ、このクロスのスピードも良かったしコースも良かったと思います。宇高のこの非常にコースを狙ったこの技術高いこのヘディングっていうのも素晴らしかったですね。少しこうタイミングもずらした中で非常にこう隅の一番取りにくいところに持ってきましたね。後ろを下がりながらのヘディングって非常に難しいんですけどね、素晴らしいですね、はい、先制されてからわずかというところですぐさま追いついた京都です。やはりこう高い位置でプレッシャーをかけながら自分たちがボールを回収して、そしてサイドの広いところにボールを持っていてクロスからのゴールでしたね。非常に京都としては非常に素晴らしいボールの運びからゴールが生まれたと思います。まあ、やはりゴール前でのピーター宇高の冷静さ、はい、これは素晴らしいものがありますね。これが今シーズン8点目、 J1 得点ランクトップのピーター宇高。浅田が上がっていきますが、松田、金子と来て武田が再度変えて白井ですが、ここが少し大きくなりました。まあ、非常に、ね、今日注目選手の白井選手ですけどね、はい、非常にこう高い位置でボールを持ってしっかりとこうクロス、いいクロス上げれましたよね、はい、そこで起点作れましたね。今シーズンここまでシュート数は31、枠内シュートが14、まあ、これがリーグ1位というピーター宇高のここまでの数字データが出ています。いや、飯島さん、あとはもうこの京都が先制されて前半のうちに追いついたというところが大きいんじゃないですか。いや、もちろん非常にね、名古屋としてもいい時間帯で、はい、得点奪えたのかなと思いましたけど、その少ない時間で追いつけたというのは非常に京都のこうパワーを感じますよね、はい、今メンデスに対してイエローカードも出されました。メンデスはこれが累積3枚目。やはり名古屋も得点を奪った後の、はい、サッカーでいう5分間というのは非常に大事な時間帯だったんですよね、はい、やはりそこの中で意識の中でどういうサッカー、どういうプレーをしていくのかというのがチームとしてまとまってなかったのではないかなというふうに感じますね。まあ、あとはこのメンタルのダメージというところを名古屋の選手たちはどう切り替えられるか、はい、マテウスの直接フリーキックが決まった後、まあ、すぐさま同点に追いつかれた、まあ、そこをメンタルを切り替えるためにもファンサポーターの手拍子を味方にすることができるでしょうか。ここは相馬ワン相馬が抜け出た時に体を入れた時に白井の足が少し交錯した中で倒れたんですよね、はい、うん、それで
あの名古屋のフリーキックと、まあ、相馬のねああいう体の入れ替わりっていうのは相馬選手うまいですよね、はい、うまくファールをもらいました。ここはマテウス相馬に託します。フリーキックで今日は先制しました名古屋。相馬はどこをどんなボールをチョイスするか。直接来たパンチング紙福本、いやあるいはディフェンスラインとゴールキーパー そのちょうど紙福本も出にくいその間のところを、まあ、非常にいい狙いの、ね、いいキックの質のボールだったと思いますね、はい、やはりここで、まあ、誰か交錯して当たったらゴールに向かってきますし、はいはい、さあショートコーナー相馬からのボール、低いボールニアサイドで柿谷がすらしました。スローイン名古屋ボール。まあ、ここまですでに結構な本数を蹴っていますので、あ、いろいろとアジャストできているでしょう。レオシルバ、森下、入れ替わって稲垣、そして上福本が出てきました。先頭も飛び込んできましたが、あっとその前に接触がありました。白井がお腹のあたりを押さえて倒れています。まあ、このキーパーと、ね、こう最終ラインの間のこう空中のところのボールですよねに対してやはりしっかりと白井も先頭が侵入してきたしっかりとマークついてた中で、はい、いや少しキーパーの紙福本が出てきたところの交錯してしまいましたね。まあ、先頭の手を引っ張るような形で対応していた白井ですが、その後まあ先頭がボールが来ましたので、まあ、ジャンプしてその着地、紙福本の多分キャッチのところの交錯があったのではないかなと思いますね。これは名古屋の先制ゴールです。いやしっかりとこうニアのこう空いた空間狙ってますよね。いやしっかりとボール落ちているのでね対応非常に難しいですよね。やはりこのニアにいた山崎も少しこう難しいボールでしたよね。非常にキックの質非常にマティスうまかったんではなかったかなと思いますね。見事な直接フリーキックを決めました。まあ、ただそのリードを守りきれなかった名古屋、ピーター・ウタカのヘディングシュートで同点に追いついた京都。両外国人選手がトヨタスタジアムを沸かせています。白井も大丈夫なんですね。アディショナルタイム目安の2分。白井も戻りました。シンプルにという声が京都ベンチから飛んでいます。目安の2分を経過しています。先頭中に入れて柿谷の前でアピアタビア久志、中谷から先頭レオシルバ森下、あっとここが少しずれました。京都ボールです。藤井です。
ほぼ時間は残っていませんが、レオシルバ、丸山、金子がカットしました。アディショナル3分経過。白井、福岡、もう一度白井に預けて、低いボール、こぼれ球、武田のボール、なんとか体を張ったという形。今前半終了のホイッスルです。マテウスのゴールで先制した名古屋ですが、すぐさま京都ピーター・ウタカのゴールで同点に追いつきました。八重島さん、前半振り返ってみていかがでしょうか。はい、やはり京都はね、やはりこう失点の後の非常にパワーを持って攻めていく姿っていうのは非常に伝ってきましたね。はい、やはり名古屋としてはやはり少しこう思い描いている絵のパズルが揃ってないのかなという、自分たちの時間でサッカーをする時間短かったかなと思いますね。ああ、そうですか。まあ、そのあたり、まあ、前半の習得課題、まあ、そのあたりを両監督どう修正してくるでしょうか。前半を終えて1対1です。Celebrating our next race, the future. We transform energy into a statement. And courage into an expressive way of life. Together, we are one team. We are one passion. And we're just about to start. We are M. Semeru koto de mirai o kirihiraku 4人のトップランナーたちのインタビュー。I'm IG. 第2弾公開中。ダゾーンモーメンツ。J リーグの名場面、スーパーゴールが購入できるダゾーン初公式 NFT。興奮を集めよう。ダゾーンモーメンツ。最高の F1 体験。F1、F2、F3 全線ライブ配信。 F1 ゾーン今期は金曜フリー走行から。毎週水曜 F1 タイム、各週土曜 F1 ラボ、そしてドキュメンタリーも豊富にラインナップ。最高の F1 体験がダゾーンにある。それではここで J リーグ公式アプリクラブ J リーグのお知らせです。この後のスタッツに表示される QR コードを読み取るとアプリをダウンロードできます。アプリ内でリモートチェックインをして、ダウンロードしてみてください。それでは前半のスタッツを振り返っていきます。まあ、江島さん、ともにシュートは6本ずつ、はい、まあ、枠内に名古屋が4、京都が5、はい、まあ、ボール支配率もこのようになっていますが、やはり前半のスタートのところは長い、はい、いい入り、自分たちの目指す、プレーというので入っていったと思うんですけども、はい、やはりそれをしのいだ中から、京都の方がリズムを作れてきた時間帯が多かったのかなと思いますね。はい、はい、まあ、パスのところもそうですけども、京都の方がしっかりとこうボールを動かせた時間というのはあったことによってこの数値の差が出ているのかなと思います。
まあ、名古屋はフリーキックコーナーキック結構前半チャンスがあったんですが、はい、そうですね、セットプレーのところで、まあ、一つ、奪いましたけども、はいはい、まあ、そのあたりもう少し精度を上げていければなというところもありましたが、平均ポジションを見ていただいていますが、まあ、非常に京都名古屋のところもそうですけども、はい、非常にこう特徴のある選手たちの特徴のあるポジショニングの、立ち位置になっているのかなとは思いますね、はいはい、あのセカンドボール、まあ、こぼれ球への反応の速さというのは、はい、そのポジショニングの良さなんでしょうか、はい、どうでしょうか。やはりこう選手間の距離という部分もあると思いますけれども、まあ、京都としては押し込んだ時にやはり後ろが押し上げていくという、そういう作業を、サボらずにやっぱり、アグレッシブにやっているのかなというふうに感じます。はい、まあ、そのあたりがボール支配率ポゼッションの高さにつながったでしょうか。福岡が 6.3 キロ走っています。まあ、本当にいろんなところにこの福岡新平は顔を出してますからね。そうですね、うん、やはりこう京都の、福岡と武田ですよね、はい、やはりこれ前線にも顔を出すことも必要だと思いますし、やはり後方での、ね、戻りも必要になってくるポジショニングなんでね、はいはい、しっかりとそれをやっているというところだと思います。そしてスプリントの回数でも京都の両サイドバック、はい、浅田と白井、まあ、非常にこう白井も高い位置でのプレーが、ね、今できてますし得点にもつながりましたので、ね、うん、はいはい、まあ、後半も引き続きそこでチャンスメイクをできること、数多くできることというのはキーになってくると思います。うん、まあ、逆に名古屋もそこで主導権握れるか。では前半のハイライトを振り返っていきます。5月3日ゴールデンウィークのトヨタスタジアムです。15位の名古屋、7位の京都サンガ FC の一戦です。前半の4分、まずはここでピーター・ウタカがまずここの、ね、受け方というのは非常にうまかったですね。このランゲラックをかわす時のこのタイミングも素晴らしかったですよね。まあ、しかし中でのカバーリングも非常に良かったと思います。はい、そして名古屋の先制シーン、これはキーパーも本当に対応が難しそうでしたね。まあ、自ら取ったフリーキックでしたけども、本当にボールがこう動いて入ってきますので、本当に対応しづらいボール、しっかりマティウスのね、しっかりとしたこうキックの質ですよね、はい、素晴らしかったと思いますね。このポジションから見たらよくわかるんですが、はい、ここで山崎も来ていますので、少しそのブラインドになったといいますか、見にくかったところはあったのかもしれませんが、いや、あの本当狭いところに狙いましたよね。針の穴を通すかのような、まあ、そんなマテウスの精度の高いシュートでした。ただ前半の40分、先制シーンから4分後でした。右サイド白井の切り返しからのピーター・ウタカ、まあ、非常にこうこの時間帯ね、失点してからですけど、しっかり前線に力をかけてセカンドボールも拾えて、はい、ワイドに広げて、このクロスからの、ね、ゴールでしたよね。まあ、ウタカのこのバックステップしながらこうしっかりとボールに力を伝えて、はい、しっかりとしたコースに持ってくる、素晴らしいですよね。まあ、少し下がりながらのヘディングシュートが難しいという飯島さんからのお話もありましたが、はい、かつそこでコースにしっかりと流し込みましたね、うん、素晴らしいゴールだったと思いますね、はい、今シーズン8点目を叩き込みました。今日の、まあ、点を取った両選手、マテウス・カストロとピーター・ウタカ、この2人をデータで見ていきます。まあ、プレーエリア、はい、走行距離などを見ていただいていますが、まあ、マティウスは本当にこう前線にスピードを上げながら、はい、相手のボールのディフェンスの裏ですよね、はい、の受けるタイミングというのは何回か見えてますよね。はい、ウタカはこう下がってきてゲームを作りながら、そうですね、うん、で自ら順番ゴールの前で仕事をすると、うん、そういうところの動きが非常に目立ちましたよね。まあ、やはりここで自分も使われながら、はい、ゲームを作りながらフィニッシュまで持っていく、はい、まあ、そのベテランのなせる技というのも光りました。マテウスとピーター・ウタカ両選手のゴールで1対1です。
見せ得ダゾーン。ダゾーン会員なら対象の飲食店で毎日お得、土曜はもっとお得。新型コロナ対策をしっかりしたお店で一緒に盛り上がろう。詳しくは見せ得ダゾーンで検索。スポーツファンの皆さん、ライブの新しい楽しみ方をご紹介。ダゾーンのグループ観戦でどこでも自分だけのスタジアム体験。ウェブブラウザでダゾーンにアクセスしてライブイベントを選択し、グループ観戦ボタンをクリックするとイベントがスタート。そして観戦ルームに参加をクリックするだけ。ダゾーンアカウントを持つ最大3グループを招待可能。友達とつながってその瞬間を共有しよう。グループ観戦オンダゾーン。ダゾーンモーメンツ、 J リーグの名場面スーパーゴールが購入できるダゾーン初公式 NFT。 興奮を集めよう。ダゾーンモーメンツ。全世界で600万人以上が愛用バイビット。手数料もスマートにバイビット。世界最大級暗号資産取引所バイビット。ザムスト、足裏の筋力サポーターで次の一歩が変わる。足裏の安定は瞬時に左右に動ける力に。動き出しの一歩目がフリーになれるチャンスを生む。パスを出した後の一歩目がすごい速くなると思います。約9割の人が足裏から支えられるパフォーマンスを実感。足裏の筋力サポーターで次の一歩が変わる。ザムスト。名古屋グランパス対京都サンガ FC の一戦をお伝えしています。愛知県豊田市の豊田スタジアムです。ご覧のようにスタンドの最上段まで多くの方が詰めかけています。まあ、間もなく何人今日入ったかという情報も入ってくると思うんですが、チケットはおよそ4万枚発券されて、まあ、当日券も発売されていたということですが、まあ、飯島さん、今日は本当に多くの子どもたちの姿もよく見えますね。そうですね、うん、間近で本当にトップレベルの J リーグの中でも素晴らしいゴールが今日見られたんじゃないですかね。いや、そう思いますね、はい、やはりこうね、これだけ、なんていうんですかね、選手たちも気持ち盛り上がっていると思いますのでね、はいはい。中谷も最初、まあ、ランゲラックがかわされてピーター・ウタカのシュートを止めた時もファンサポーターの皆さんをこう煽るようなそんな仕草もありましたが、そうですね、やはりこれだけ詰めかけているファンサポーターの皆さん その手拍子であったり、うん、応援というのは相当な力になるんだと思います。まあ、マティスもね、コーナーキック切る時にね、少しこう両手を下から上に上げてね、ちょっと盛り上げてくれっていう仕草もね、お客さんがいなければ、サポーターの皆さんがいなければしないですからね、そういう中でね、気持ちの盛り上がりっていうのもね、選手伝わってるんではないかなと思いますね、はい、後半は両チームが両サポーターの元に向かって攻めていくというようなことになります。両チームこのハーフタイムでの選手交代はないということです。まあ、飯島さんがまあ修正の声をかけるのであれば、はい、まずホームの名古屋はどんなことをアドバイスするでしょうか。やはりこの選手の距離感ですよね、はい、というのをもう一度見つめ直すことが必要になってくるのかなと思いますし、はい、あとパスの受け手と出し手の意思の疎通のところでもう少し喋ること伝えることというのが必要になってくるのかなと思います。同じ絵を描きたいですよね。あ、まあ、少しそのばらつきが見えるかなと、はい、なんとなくこう受けたいところで今出してほしい時にボールが出なかったりというのが少し見受けられるのではないかなと思います。一方の京都はどうでしょうか。はい、あ、やはりこう継続という部分はしていく中で、うん、非常にこうやはりなんていうんですかね、ゴール際のところ強くいくのはいいんですけども、やはりファールという部分というのは非常に気をつけていかなきゃいけないかなとは思います。まあ、確かにファールも前半は7枚、まあ、7回8回
フリーキックを相手に与えてしまってましたもんね。あとやはり攻撃のところサイドを使うというところは両チームとも一応こうターゲットにしている部分だと思いますので、はい、さあ今後半キックオフされました。2022明治安田生命 J1 リーグ第11節名古屋グランパス対京都サンガ FC の一戦です。アピアタビア久志から前線名古屋丸山が対応していきました。赤のユニフォームがホームの名古屋。サイドに紫のラインが入っているのが京都サンガ FC です。山崎のところ強くいきましたがファールはありません。プレーオン。レフリー止めてという声がベンチからも飛んでいますが足首あたりを押さえています。少しね、間違えたらあの足の裏を向けてますので少し危険なプレーではあったんではないかなとは思いますね。うん、でちょっとスライディングいった後、ちょっと交錯しましたね。はい、やはり両チームこうサイドのところっていうのをもう少しイメージを持った、プレーをしてる狙いを持ってると思うんですよね。はい、その中で最後の攻防っていうところでは京都は得点につなげたプレーがありましたし、長野の方はサイドのところがうまく使えてない機能してないっていうところを少し感じるんですよね。なので長谷川監督も言いますけどサイドのえぐる部分っていうところ、はい、まだそのサイドを使う部分クロスは上がる場面はありますけどえぐる部分っていうところが出てないですよね。もう一つ二つ、はい、深く行きたい。そうですね、まあ、活用したいですよねサイドのスペースっていうのね。はい、ピーター・ウタカ回収そして松田中央に山崎遠いサイドの福岡が手を挙げている。グラウンダーのボール変化をつけた左足のシュートはこれは枠の上。武田の強烈な左足。まあ、非常に選手の、ね、こう連携が取れた中でこれ宇高右サイド見てたんですよね、はい、でも、まあ、差し込むパスを選択した中で3人目の抜け出しからシュートまで行きましたよね。まあ、そしてタッチ数の少なさというところで、はい、全員が相手 の, この視点をずらすような、まあ、そんな展開がそうです、ね、3人目の受け出しでから武田がシュートで追われた、はい、いい、攻撃だったと思いますね。はい、後半の立ち上がり京都がまずチャンスを作っていきました。武田プロ6年目京都では2年目のプレーヤーです。金子と稲垣ですか。クリアしていこうというところで蹴ってしまったんですがその前に足が入りましたよね。先にボールに触れていたのは金子でしたが、まあ、ここも、まあ、意図的にやったプレーではないと思います。そうですね、はい、ただまあお互いが怪我をしないようにと思ってはしまいますが、さて今度は後半京都がフリーキック。高さでは迫力があります。山崎手を挙げている。どこを選択するか。ファーサイドにメンデス。ピーター・ウタカその前か。柿谷あるいは先頭が先に触れましたか。そしてコーナーキックです。京都チャンス名古屋ピンチ続きます。試合もコーナーキックでやられていましたし、まあ、ちょっとコーナーからやられるシーンというのが今シーズン目立っています名古屋。150試合出場の節目の試合になりましたランゲラック。相手のシュートを止め切ることができるでしょうか。武田が蹴っていきますがアピア・タビア・久志もファーサイド巻いてきて柿谷です。あ、いやゴールキックでした。
前で浅田が当てていましたか。両チーム監督のハーフタイムの指示ですが、ここは京都右アピアタビア久志から白井、福岡が少し視点を変えていきました。武田、ピーター、宇高、浅田、このボールはゴールキックです。名古屋長谷川監督ですがハーフタイムの指示、失点はしたが切り替えて仕掛け続けよう、で後半得点を取って勝とう、もう一度集中してやりきろうということで指示を出しています。やはりそのメンタルの部分の切り替え、はい、そうですね、2つのメンタル部分の切り替えのところでしたよね。一方の京都長記者監督は自分たちのフットボールを信じて続けていこう、我慢するところはしっかり我慢する、残り45分集中していくぞということで選手たちに声をかけて送り出したというハーフタイムです。どうでしょう飯島さん、はい、長記者監督の言う自分たちのフットボールを信じ続けるというのはここまで京都はできていますか。はい、もちろん後半の入りもそうですけど、はい、先ほどもそうですけど前線からプレスをかけながら、はい、積極的なプレスでボール奪いリズムを作り出してますよね。はい、まあ、それがあの京都の、まあ、根本にあるベースの部分だと思うんですよね。はい、まあ、その良さを出していく中でチャンスを作っていきました京都です。あとやはりこうゲームの流れを見ながら選手たちが判断して、はい、さあここは柿谷が追っていきますが、これ今流れですよね、今どういうようなプレー、どのようなチームが方向性を向いて矢印を出しているのかというところを進めていくことですよね、指示はね。相馬が頭で合わせて京都ボール、金子、山崎からピーター・ウタカ、このボールはゴールキックです。今日はフォワード陣が真ん中にピーター・ウタカ、右に山崎、左に松田というところ、まあ、今度は名古屋のマテウス、縦に仕掛けて柿谷、反対サイド森下、後ろアセント合わずレオシルバのミドル、名古屋も後半チャンスを作りました。森下から先頭のところはちょっと合いませんでしたが、まあ、マディスがこう外に逃げてドリブルしてたところですよね。なんか柿谷もいたんですけど合わなかったですけど、2度3度こう攻撃がつながったというのは非常に名古屋いい場面でしたよね。名古屋の波状攻撃、レオシルバのミドルシュートは枠を捉えきれず、おそらく最初のマテウスも中の柿谷を見ていたでしょうし、はい、はい、そうですね、で右サイドの森下もおそらく先頭を見ていたでしょうし、はい、そうですね、まあ、そこがうまく合いはしませんでしたが最後はフィニッシュまで行くことができました。まあ、そこで合えば得点に非常にこう近づくプレーになりましたよね、はい、まあ、流れの中からこうゴールに近づけたというのは非常にいいプレーだったのではないかなと思います。はい、そしてあ山崎に対しては名古屋のファンサポーターからも温かい拍手が送られます。いや今日の山崎のプレーいかがでしたか。いや非常に前線に、ね、こうピーターが打ったことを絡みながら、はい、ボール際のところ強くいける場面も多かったですし、はい、非常にこう攻撃のところでこう厚みを持たせたプレーができたのではないかなと思います。まあ、あの怪我であったりちょっとコンディション不良もあった中で出場時間を増やしてきました山崎です。さて京都フリーキックチャンス、ピーター・ウタカ、ボール中央、まあ、メンデスを狙っていったか、松田は一旦下げます、
代わって入ったのが山田風紀です。レフティの山田風紀サイドを変えてピーター宇高、ただここ先頭もよく見ていましたが今日のボール、まあ、今日は、ね、もう名古屋が、はい、柿谷であったり先頭であったりもう少しボールを触れる時間が欲しいなという印象もありますが、ね、やはり、まあ、先頭のところでボールが収まったり稲城がボールが収まるとこう少し攻撃の起点作りというのはできると思うんですよね、はい、まあ、少し名古屋の選手たち稲垣、先頭のところはディフェンスに追われる場面というのは少し場面的に多いですね、はい、テンポよくパスがつながっていきましたがちょっとマテウスとアピアタイヤ久志のところで接触がありましてマテウスが少し右足痛めていますが、いやマテウスはまだ今立ち上がりました。レオシルバからサイド変えていきましたがアピアタイヤ、途中交代の山田、グラウンダーのボールで宇高へのボールは通じず、マテウス、うん、アピアタビア久志ナイスカット反転、うん、相馬もよく見ていました、まあ、やはり名古屋のこうサイドのところですよね、はい、これだけ下がらざるを得ないんですよね。あ、今やはりマテウスが倒れていましたね。右のふくらはぎあたり足首あたりを抑えていますが、今まあ名古屋のサブのメンバーも少し強度を上げてアップをしていますが、非常にこうワンタッチワンタッチでつないでいった部分だったんですけどね、ここで酒井が呼ばれました。酒井直近3試合は欠場していました。4試合ぶりの出場ということになります。まあ、この選手が入ってくると、はい、飯島さんまた名古屋もサッカー変わりますからね。そうですね、やはり一番最前線のところに入ると思いますので、はい、そこでやはり時間を作れる攻撃の時間というのは作れる選手ですよね。さあ右サイドでマテウス、メンデスが対応しますが武田と2人で囲んで一旦後ろに下げて森下、浮かしてもう一度マテウスです。中央に柿谷、クリアします。さあピーター・ウタカもすぐに守備に戻ってショートボールになります。山田切り替えますがこぼれ球白井、少し足元ボールにつきませんでした。ピーター、まあ、ランゲラックス、はい、はい、今もね、やはり強度がこうボール奪ってからこう攻撃に入るときに人数かけられるんですよね、はい、そのスプリントしてるんですよね選手たちがね、はい、その中でやはりこう選択肢が増えていくと、まあ、今はねこうクロスのところうまくいきませんでしたけども、酒井は柿谷に変えて投入されます。まあ、ちょっと今日柿谷はなかなかこうゴールに迫っていくといいますかボールに絡むシーンも、そうですね、やはり前を向いてこうプレーするようなプレーというのは少なかったですよね、はい、まあ、それほどやはりこう京都のプレッシャーの激しさというのもあったのではないかなと思いますね。やはり落ちてきてボールを触るという時間帯はありましたけどね、はい、思うようにプレーさせてもらえなかったという柿谷の今日の11節。そしてその柿谷に代わって酒井が入りました。やはり柿谷もそうなんですけど、やはり前線の守備の部分というところ作業が非常に多いですよね、はい、パスカット先頭、先頭から酒井は通らず、ここでも先頭が追っていきます。
まあ、こういうところで連動していくとコースの方向性、攻める方向性というのが奪いやすくなると思うんですよね。はい、あ、ここはカードをもらってしまいました酒井、まあ、ちょっと手がかかりました。はい、4試合ぶりの出場です酒井。ルヴァンカップでのゴールはありますがリーグ戦ではまだ移籍後ゴールはありません。そうなんですよね、やはりこうチームが変わってですね、やはりゴールというのはね非常にこう自分たちが、ね、リズムに乗るための一つのアイテムだと思うんですんでね、早い時間に、ね、欲しいですよね、まあ、やはりフォワードというポジションですから、はい、そうなんですよね、それがいいカンフル剤になるでしょうね、はい。触れました。拾って金子、武田から左、ピーター宇高、もう相手陣内厚みをかけた攻撃。名古屋の方は3バックと両サイドが下がっている5枚になっているんですよね、はい、で後ろが非常に重くなりますので、まあ、ボール奪った後の出しどころというところが非常に難しいというのが今、流れの中で起きていますよね、はい、それを打開するためにやはりサイド、まあ森下、相馬、はい、この辺りが高いポジション取れればというところですか。やはりリスクを負った中で前で時間、はい、攻撃の時間を作ることによってサイドの選手も上がれますので、はい、やはり今みたいなボールですよね、サッカーのところ入ってきたボール、ああいうところがボール自陣のボールになるとやっぱ攻撃の手数というのは増えていくと思うんですね、まあ、そういう意味では酒井が入ってフィジカルも非常に強いところがありますから前線で起点を作れるかどうか、その作業をしているのが京都で言えば宇高なんですよね、はい、やはりこう前線でもらう場面と引いてもらう場面とそこでボールをなくさず時間を作っているのでやはり周りの選手の動く時間というのは作れていますね。こういうところもそうですよね、はい、収めてからサイド展開して白井、ここで一気に厚みをかけていく京都、浮かしたボールランゲラク、武田一つアイデア見せましたね。いや非常に今絵ができてましたよね、はい、京都の攻撃のね、松田天馬とはややタイミングが合いませんでしたが、酒井もちょっと顔のあたりを抑えていますが、右サイドから白井、少し白いボールを持ちましたけども少し迷いましたよね、はい、まあ、相馬が、ね、しっかりと対応しましたけどもあそこのところはやはり1対1ですから仕掛けている部分も、ね、見てみたいですよね。藤井、マテウス、まあ、こういうところですよね。前線に縦のパスが入った時にしっかりと前線の選手がボールを、握って時間を少し作りたいですよね名古屋はね。で森下です。ただまあ今日この森下も相馬もややこう守備に追われる時間が多くなっていますが、ここは上がっていってマテウスが来た。マテウスのシュート。森下からマテウス。いや局面で森下が崩しましたよね。はい。いや非常に自ら持ち上がって非常にこのキーパーと最終ラインの間。